ートレス蒲郡 FM 映画杯第52回伝統のタイトルカードの家康賞ファイナル決戦にいざ6人が登場であります。シリーズリーダーが自慢の速攻力で圧倒せみせるか絶好役番の1号艇の金子拓也です。横から圧力を与えて節一ハイパワーがうなるか地元の天野智和が2コース戦です。柔軟自在にさばけるコースから狙い撃っていくのが北村誠司。もう一足二足欲しいとばかりに整備に挑んで登場でありますが、ここまではさばき一本で勝ち上がってまいりました古川雅之。準牛同様に気合のスリットチャージからレースを支配したい角山優也、伸ばして畳みかけたい盛り上げ精神で挑む初部位狙いの田中宏樹はチルト2度で登場です。角山田中は初部位がかかります。ゆったり枠番通り金子拓也のイン、天野智和が2コースで北村誠司3スロー、4角に4号艇の古川雅之、角山優也5コースで最アウト6号艇チルト2度に跳ねた田中宏樹です。さあ風も収まった清水面が舞台であります。 FM 笑顔杯第52回の家康賞です。1番2番3番4番5番6番です。誰が勝っても蒲郡初優勝。ファイナル優勝戦スタートしました。2番5番と2人が好タイミング。0台スリットでしょうか。ぐっと2号艇出てくるか。1号ブロックの金子。早めに握り気味。2号艇刺してくる5号艇。真ん中割りに行った5号艇の角山優也バックへ入ったか。1号艇押し切ったか。1号艇の金子拓也。しかしハイパワー。ぐっと強烈天野。スタート前提正常であります。届いた2号艇天野。金子だけはどうするか。回して切り込む旋回でありますが、天野がコンパクトにくるっと回れば出てくるが、1号艇切り込む角度では入ったが、1号艇金子、しかし出てくるハイパワー、2号艇の天野智和足段違い。周回数2周目の攻防に向かいます。前提スターター正常、2号艇抑え込んだかぶせた2号艇天野、金子だけはもうくるっと V は刺してくるが、しかし2号艇足が違う、節一ハイパワーがうなりました。2号艇の天野智和。1号艇の金子拓也が2番手で、5号艇の角山優也が3番手、候補3号艇北村誠司、さらに4番6番と古川に田中宏樹が続いています。1マークはコーナー先にうまく前にいった金子拓也、ただバック直線に向けての足が段違いです。3号艇地元の天野智和が完全に独走という体型に入りました。天野金子そして角山優也が上位を形成というファイナル優勝戦であります。本体パワーをフルに引き出し、噂の節一ハイパワーで暴れた一節間でありますが、昨年遅崎の初部位から勝ち運流れが完全に変わりまして、この1年で3回目のどうやら優勝であります。蒲郡は悲願の初部位、オール3連隊見事な優勝ぶり、ハイパワーがうなりまくった2号艇の天野智和。2番1番5番の体系優勝戦、先頭2番の天野智和優勝のゴールインです。おめでとう。1番の金子拓也惜しくも2着で、3着5番の角山です。3番の北村後方、6番の田中、4番の古川ゴールイン。